2007年の東京モーターショーにて、テッセラクトは、ヤマハ発動機が2007年の東京モーターショーに参考出品した四輪のコンセプトカーである。テッセラクトとは、四次元超立方体を意味する。テッセラクトは、オートバイとほぼ同等の胴体に、オートバイの車輪を前後に2つずつ備えた形状の四輪車である。ヤマハは、自動車ではなく、四輪モーターサイクルと呼称している。 四輪を支えるサスペンションには、デュアルサイズサスペンションと名付けられた前後に一体ずつの、鎌のようなスイングアームで、それぞれの車輪を独立して喧嘩し、同時に、車体の傾きに追従して、車輪も傾く機構を採用している。二輪車並みの車幅で高機動性と、小スペース性を備えながら、四輪で路面を捉えて、高い安定性を兼ね備えた車体というコンセプトである。動力には、 水冷式ブイツインと電動モーターを組み合わせたハイブリッド方式を採用して環境性能をも考慮されている。また、サスペンション機構にはデュアルアームロックと名付けられた固定機構を組み込んで停車時には安定した自立が可能となっている。市販はされなかったが、ヤマハは2014年にトライクの販売を予定しているとしており、実際に全二輪、 ご一輪のヤマハ取引が2014年に販売を開始している。イギリスでは個人が 4MC という同等のコンセプトを持つ車両を発表し開発資金を募っている。ザ・フォーティース東京モーターショー2007スペシャルサイトヤマハ発動機株式会社2011年8月24日閲覧東京モーターショー13ヤマハ サンン、バイク取引を40万円以下で14年発売へ。レスポンス .jp、http コロンスラッシュスラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2013スラッシュ11スラッシュ20スラッシュ211198ドット h t m l 4 m c 4ウィールドモーターサイクルコンセプト。ありがとうございます。